예이, 프로드교. 어, 저 맞지? 어, 맞지요. 위에から 미세노 카메라 때 도, 민나. 미쳐 히카리 하이르잖아. 또 못따라 젠제 하이네. 예! 예. 예. 怖いね、ちょっと怖いやつ。 よしやるかい。 お金が今40万。 もうあれからめっちゃ進めたんすよ。 うん、早いでいいか。 プロトキラです。 ドイツ村ですね。ドイツ村のプロトキラーっていうので、プロの町盛りって出して、いろいろ頑張ったんですよ。進展としては、まあ見りゃわかるんですよ。俺の道具。見りゃわかる。ちょっとごめん。待って、これは。後輩をし始め、ほら、銀のジョロ、銀のパチンコ、持ってんのは銀のスコップなんですよ、これ。超激レアの。死人が出るレベルですごいレアの、 やつを見つけたっていうのですね。死人出てませんけど。死人が出るとか、そういうさ、もう、ファンタスティックな考えはやめた方がいいよ、本当に。で、斧をいっぱい集めて、今、株で儲けようとしてます。で、この、トロワちゃんがいなくなりました、ここにいた。俺がお金稼ぎに夢中の間に引っ越されました。で、なんかもう一人引っ越された。キッズとかも引っ越された気がするんで。 残念です。微塵も持ってないとかいうコメントすんなよ。今、女神巡りっていうなんか多分クソゲーなんですけど、なんか女神がいっぱい出てくるギャルゲーなんですけど、それをやろうかなと思って。供託。あれ?時間何も変わってないじゃん、俺。あれ、ここ俺やった?早くね、俺の仕事のスピード。必殺仕事人かよ。 で、タヌキチがスーパータヌキチまでなったんですけど、今、金欠なんで、家具とか買って、購入金額荒稼ぎっていうのができないし、っていう状態。3月31日になってます、いつの間にか。あ、めっちゃ雑草あるじゃん。で、今俺がやりた、で、カーニバルが終わったんで、飴がそこら辺に散乱してます。で、なんか新しい住民が来てます。 バッカス田中さんですね。バカス田中さんです。うわ、すごいな。大物 YouTuber と出会えちゃって、とうとう。このね、俺の耳の良さは抜群だから、今ね、風船の音が聞こえました。ほらね、すごいだろ、俺の耳。 やっぱやべえわ。論外なん、論外もやばい。人外だな。いい意味で。すげえ、俺。こんな耳いいやついねえだろ。目悪いのに。やば。あと、ここは走、歩き続けてると、この、獣道ができるんですよ。人間なんですけど。まあ、人も動物なんで獣でいいでしょう。 っていう謎理論を繰り出して、まあ、いつも同じ道を同じ速度とかで歩くと、なんか、ああいう獣道ができるようになるんですよ。これ見ててくださいよ。これ見た?今の。キュイーン!キュイーン!って何?すごくね?すごくね?で、それも今回、多分結構当たりの部類? 巾着の方にこれが出てもらったら、ほら、こんなにお金がもらえる。すごいでしょ。あがめ、あがめ立て祭り。よくわかんないけど。なんで俺は家具持ってんだ?入ってください、出ました。落とし穴があったら何をする?考えてください。入りましょう。ですが、私は素人じゃないんで。 この速さです。これ世界記録シーンですね。はい。また8人でも刺されましょうか。やばいな。
ティック480円のスティックコントローラーが壊れちゃう。女神巡り全然終わんねえ。クソだろマジで。リーブシスターズ、おお、はい、もう即買い、即買い、即買い。そうなんだよな、ちょんまげも良かったんだけどな。いやー、ローマ兵ですよ。ということで、これからはこれで生活しようと思います。何がすごいかっていうと、甲冑とモヒカンの融合だよ。それに金で、俺の大好きな。俺のために作られたと言っても過言ではない。あと俺が欲しいのはホッケーマスクですね。俺あんまガスマスク好きじゃなかったんですよ。ぶっちゃけ。すげー。で、銀の網があるかないか。探しましょう。こう、めっちゃ、あ、クレジットカード。クレジットマンですよ。結構40万くらいあるのかな。クレジット持ってたら、所持金が40万くらいになるのかな。何年？何一ついりません。俺が欲しいのは斧だけです。なんで斧を買うかっていうと、後々わかるんですよ。寄付金がね、50万、累計が、多分、60万とか80万かな？橋1個作るのに20万かかるんですよ。で、もう1個作るのになんだっけな、何万かかかるんですよ。まず俺ね、家のローンを返さないです。もうあの家の広さで俺はもう十分なんで、無駄なお金は使いません。という意思表示で、俺はあの広さで十分なんですよ。家具は全部売るんですよ、もう。いいでしょ、あの広さで。だって寝るわけでもないし。家具は全部タンスの中だし。多くなったら、お。なんか銀のスコップになったらなんか早くなったのかなって思う。ホタテ貝の、集合地ですね。ラコスケが突然来た時の対策のために、ああいうのを設置してやると。で、ラコスケにホタテ貝を渡して海賊シリーズなんですよ。で、前ね、横向きの樽もらったらさ、あの住民がそういう例を起こせって言ったらダメだねって言ったら、なんかちょっと、ね、あと前もなんかあったんだよ。実況してるかな？してないな、俺。最近実況してないんだよな。実況じゃないからな、ぼやきだからな、これは、全部。ぼやいてるだけ。あれ、あとなんかすることあったっけな、俺。特にないんだよな。寄付金入れるか。20万先に入れてきちゃおうかな、橋作りたいから。わ、えいっ。イエーイ。で、銀のスコップが一番レア度高いです。これでね、住民の目の前を通って、なんかある？用事ある？っていう確認させるっていうテクニック、口頭テクニックですね。口で言うテクニックじゃないですよ。で、配合理論っていうのを俺作ったんですよ。これ結構重要。で、配合理論っていうのは、結構これ単色配合って言われてて、あ、単色交配って言うんだけど、配合にもいくつかあって、複数交配、複交配っていう、複交配っていうのは、違う色2本使って出すっていうのなんだけど、これは単色交配って言われてて、結構簡単な部類なの。で、これのいいところっていうのは、この、9マス式が採用できること。で、9マス式の良さっていうのは、この9本のバラだけで20本の効力を出すの。バラ20本の効力を。って考えた時に最強クラスの交配システムだけど、まだ1回もね、花は咲いてません。紫が咲いてません。運ってところもありますし、結構、上路が結構位置感覚が難しいんで、プロでもやっぱそこは至難の技なんですよ。1本目、真ん中のところの、ちょっと後ろくらいに水を入れないと、これちょっと当たってないっすよね。とかやんないとダメなんじゃないかなと。あとね、飛び盛りはすごい進化してるんですよ。なんか待ち盛りになっていろんなシステムがなくなったんですよ。ゲームキューブから。最近知ったんですけど、昔ってこうやって歩いてパシンってできたんですよね。昔も。飛び盛りだけだと思ってましたもん。っていう考えの凄さ。ってことで、役場に入ってちょっと音楽聴いててください。どっこいしょー。
チャララララランダラー、攻略本持ってきました。寄付金のお話。寄付金ですね。この薄っぺらい町行くの動物の森の攻略本なんですけど、137ページ。20万で60万円貯めなきゃダメなんですよ。で、今俺の所持金額が40万円なんですよ。20万。預け入れで一回全部入れよう。ローン編成しません。絶対しないもん。積み立て金取られただけじゃねえよな。何も言われなかったんだけど。怖い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 。それでさ、20万円がさ、全部コトブキのポケットマネーになったら、おめえ殺すかんな。殺すぞ、マジで。ゴールドカード早く欲しいな。お金の貯め方が分かんないんだよな。木でも売らなきゃダメなんじゃないかなと。人身売買でもするか、そろそろ。このゲームほんと稼ぎにくいんだよな。ほんと真面目なゲーム、硬派なゲーム。バグも難しいしさ、魚釣んのもゴミしか釣れねえしさ、このゲームは結構ね、ひどいゲームですよ。ほんまにひどいゲーム。やばい、めっちゃ頭いて。で、今がもうすぐ4月になるんだよ。イエーイ。あ、ローランボロ持ってねえから帰れ。で、最近新しいシステム作ったんですよ。このあのアメちゃんシステムっていうのが俺が推奨してるんですけど、アリって90ベルで売れるんですよ。でもこの三角関係や四角関係を作った時に、アメが無限に湧き出るんですよ。一つ取るたびに。そしたら、なんと90ベルなんで720ベルとかすぐに取れちゃうっていう最高のシステムかなって思ったんだけど、そんならまだ役場のね、うわ、魚影めっちゃできるって思ったら、くぼみだった。ねえ、まずさ、銀の網が出ないんだよ。くっそ、やっぱ株やるしかねえんだよな。食わないよ。アジアのクローゼットっていう、え、クローゼットじゃないよな、クローゼットだよな。今のはちょっとボケた。こうね、魚を威嚇して俺がオーダーって言わせる。今のはゴミですね、絶対。あとそうだ、お花、うわ、ミツバチブンブンだ。このゲームのミツバチって優しいよな、刺してこないし。ほんと優しいわ。で、40万、あと20万円貯めたいんですよ。株で。株で貯めます。1時間くらいの動画にしようかな。単価高くなるし。クソだなぁ。1時間やったら8時間。あ、でも今14分やってるから、45分って考えたら、そんなに時間は足らない。あさって病院なんだよ。採血だよ。取られちゃうんだよ、血。血を吸血鬼に吸われちゃう。でも俺この広さでもう満足してんだよね。十分広いでしょ、こんな。俺の部屋より広いもん。
俺の部屋2個分くらいあるな、確かに。走れないもんな、俺の部屋なんて。物がいっぱいで。あーな、ファック、ファックって言葉使えてから勝負くん。開けると同じものが入ってる。4次元ポケットかって思っちゃうけどね。もう9ページって10ページに突入しそうなところで、っていうところで一回止まってみますけど、入れちゃう。今日金曜日だ。めっちゃ頭かゆい。やめないけどね。やめないけど。あ、めっちゃ頭かゆい。途中でちょっとめぐみさんの動画見るから4分くらい長くなるよ。4月1日ですよ。別れと出会いの日。適当につけました。すいません。もう別れの日は終わって、出会いの日が。お、母よりだろ、どうせ。お、桜、桜。え、さ、こちらでは桜の花が咲きました。え、川柳？川柳？ふざけんなよ。クソ川柳じゃねえかよ。あれだろ、まだでも咲いてるかしら。お花見シーズンね。母より。うわ、あ、ちょいちょいって感じ？なんだろう、混じり混じりって感じだよね。うわぁ、いいなぁ、クソブキがいる。あ、嘘ついてもいい日なの？何もくれないってですか？何くれんだっけ？葉っぱ、そうだ、葉っぱだ。ジョークアイテム。住民課まで。俺が積み立て金貯めてやってからや。俺のおかげじゃボケ。やべえ、クソみたいなところに橋かけちゃった。まあええか、どうだっていいしな、橋なんて。でも俺めっちゃ後悔してる。でも俺が適当に押してみたら変ななんか轟音を鳴り立て、ドーッて音鳴って焦った。多分あれは死神のテーマだと思う。鳴らない時とかあるの？嫌がらせじゃん、多分。エイプリルだからか。本当は増えてんだけど、ってやつか。これ、もしかして偽銀のスコップ。なんでもエイプリルにすんの？そうだね。でもまあ、こういう時もあるってことよね。春よ、時春よ、まぶた閉じればそこに春よ、時
はるよ。鼻くそほじる暇あったら勉強をしろ。チュンチュチュンチュンチュチュンチュチュンチュンチュチュンチュチュン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 。これは葉っぱなんです。すごい面白いジョークアイテム。攻撃力がマイナス100になるが、会心の攻撃、会心率が 99% になり、会心のダメージが5倍になる。会心ダメージにさらに2倍上乗せする。ジョークアイテムです。やっぱ世の中ジョークだよ。なんだそれ。それはおかしい。このオレンジのコスモス、いつの間にか咲いてたから。やっぱ後輩っていうのは、いつの間にか咲いてるもんなんだよ。だから咲かせようとしたら咲かない。それが後輩。でも、青いバラは欲しいのは確か。これ四つ葉だろ。四つ葉のクローバーも手に入れなきゃいけないんだよな。俺大変だ。俺ここにかけんだぞ、橋。でもちょっと便利だな。ちょっと便利だった。まあまあ便利だった。結構便利でした。でも俺の独断で決まるから、あれは。そんな変わんねえからな。俺の意見しか聞けねえから、あいつは賄賂渡してるから。でも逆に、どこでもいいんだけどな。てか、銀のアイテムシリーズがまだ手に入れられてない。お、出た。あ、錯覚錯覚。あ、今日、斧すらねえし。これ、キチガイなの、マジで。あ、ベッド欲しいな。バカかよ、買わねえよ。あー、でも欲しい。どうしよう。いいや。一人用のベッドでいいよ。やることないね、もう。あ、エイプリルフールズ。え？エイプリルフールズじゃん。エイプリルフールズにエイプリルフールズ行くの。すげえな。エイプリルフールにエイプリルフールズ行くの。エイプフールズ。あ、やめよう。ちょっと待って、ちゃんと踏もう。ほら、ほら、獣道ができてきてんだよ。ほら、こうやって。いつも俺がこうやって行く道が、これがね、だんだんとね、あ、やばい。たまにこっから行ったりもするし。なんだけど、これはほんとね、同じ道を歩かなきゃいけないから結構めんどくさい。高等テクニックの一つなの。その情報を知ってる人って結構少ないわけよ。みんな知らないでしょ？攻略本とかに載っててやっと気づくレベルなんだよ。これを分かる人って IQ2 億とかあると思うんだけど、多分どんな頭いいやつでも分かんないんだよ、それは。お、飲みの捕まえ方ってどうやんだろう。普通に取れた。今ちょっとひどいことしたけど、まあいいか。女神巡りがダウンロードし終わったわ。あ、もう24分。1日経った。落とし物ある？ 10 個？バカか、こいつ。人体模型とかいいじゃん。あれ？よし。なんか落とし穴、列伝みたいなのしとこうかな。嫌がらせしよう、誰かんちに。誰んちに嫌がらせしよう。俺の目に止まった家に嫌がらせしよう。一番近い家。はい、こいつ止まりました。残念。あ、でもなんか、
なんか違うわ。待って。お、寿司ラーメン、リフがなんか動画出そうとしてるぞ。やることないな。あとは廃品回収行くか。あとまだ俺木切らないからね。あと20万貯めるまで木切らないから。あと25万貯まったら木切ろうかな。でも25万もない、なくていいよな。あとピッタ20万稼ぎゃ俺の勝ちなんだよ。噴水ができるから。噴水ができてから俺のターンだから。ほんとに。御年105億歳。カプコンの女神巡り。何を言うてんだこの馬面。はいよ、お金を出せよ。ちゃうちゃう。あ、25万あんだ。あ、じゃあ20万稼げばいいんだ。でも稼ぐ方法って株以外ないからね。うん。でも株はな、やだな。アスミンチャンネルとかいうクソ YouTuber が通知してきやがった。この俺様に。クソ野郎がよ。まあ、あやなんのさ、挨拶すんなよ。ただでさえクソの挨拶なんだからさ。自己流で行けよ、アイスマジで。つまんねえんだよ。キリタンポ最近ネタがねえんだろ？なんでキリタンポになったんだろ。出た！よし、終わった。これもうバリア、バリア。うーわ、勝てねえ、このバリアに。うーわ、強力な結界が張られてますね、これは。Oh no! うわっ！さらっと花を枯らしていく。俺の怒りを買った花全死ぬんだよ。俺が絶対正義だから主君。これさ、20本理論で普通の2本の花より20倍だから5日で咲くはずなんだよ。俺の理論は5日に1本咲くんだよね。あれは違うな。俺理論だとあと5日で咲くんだよ。花の交配確率はやっぱ 1% だと仮定したときにそうなるんだよ。だからあと5日だけどもう5日経ってんだよ。このゲーム交配理論っていうのはただの花じゃダメなんだ。一回もう交配できない花できないんだ。だからうぃ、you
してるな。あ、あ、これすごいね、見えないね、結界が、バリアが。 AT フィールド人類保管特計画。なんかいろいろ昨日見たんだよ、エヴァンゲリオンに対して調べたりしてたら、もう30分になっちゃった。でも次どうせ株だし。株は多分次損するから、90円の株の時って俺あんま良くないと思うのね。おお、びっくりした。画面が変わりそうになった。俺、グーズハウスってまとめて出す派なんだね。俺、グーズハウスの更新する。見たことなかったから。お、弾き語りさんが。親父が家にいない？お、お、待って、ごめん。待って、めぐみさんのやつが始まったから。あ、ゆなちゃんがやり始めた。うわ、今の声は何のためにあげたでしょうか。正解がイヤホンをね、するためでした。イヤホンの吊るしこと始めねえ。くそ、ちょっとやりたいことがありすぎるわ。国際パイプスモーキングデーを祝してね、見なきゃいけないんだよ。うわー、変な、なんか、うめき声ですね。う、怖っ。はい、ということで、今日も可愛い子がいればいいねって言ったのかと思った。おお、今日ちょっと株買って終わるわ。うん、株買って終わる。今日やることは株買って、あとは結果は次の動画で俺の声のトーンで分かります。株が良かったのか悪かったのかは、俺の次のトーンの挨拶で変わります。でも株多分今回は失敗すると思うんで、俺の野生な感が。うわー、びっくりした。蜂の巣このゲーム落ちないはずなのになーって思ったら、かぶりバーだった。隔離しよう。あ、そうだよね、イベントキャラって隔離してもダメだったんだよな。玉だ、やばっ、やべえ、今日玉座入荷したって。改築する、もしかして、たぬきじ。お、すげえ、たぬきちがあれになるぞ。あれ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 、デパート、すげえなー、やっぱ人類の発展だな。お、白いの生えてるし。え、なんか今日いいことしかなくね。だから株で悪いことが起きるんだよ。株のやり方っていうのは1ベルでも上がったらなんだけど、今普通型が来てるから、もうすぐジリ品が高確率で来るはずなんだよ。一度も値が上がらないっていう最悪の状態。あれっていうのはもう無理、運ゲーだから。セキラ運ゲー、ちょっと待って、俺 上から行くのが趣味だから、ごめん。上から行かして、ごめんね。まだ桜全開じゃないからな。春よー、これ俺の美声を聞けてね、みんな泣いてるよ今頃。うーん、プロト教の美声が聞けて嬉しいでちゅーという人は多分ね、ゼロなんですけども、これね、あのクソなんだっけ、バッカスか、こいつ、バッカス田中さんなんですけど、バカス田中さんの呪いがあいつにはついてると。おい、びっくりすんだよ。
俺スパルタンだからね、一応ローマ兵だから位置的には。なんだろう、エイプルフールシスターズたちはちょっと嘘なかったことにしよう。ということで、あの、大体改装前のアイテムっていいのが出るんですよ、銀の網戸っていうジンクスがあるんで、多分今日いいの出ます。あれ最近いいことないな、銀のスコップで。もう行動薄れちゃったかな。気運が下がってんのかな、著しく。今ちょっとラグったな。あー、やっぱなった。これね、今回も俺の負けだ。玉座どうせ買えないですよ、80万なんで。タイムセールでも40万ですよ。もうそれだったら俺はね、あ、この虫じゃない、あれ違うか。あ、なんか今あった。ジョウロかよ。これな、座りたい座りたいよ。欲しいよ、お願いだよ、くれよ。ごめんね、ちょっと変なものまねしちゃって。絶対あれコノハムシでしょ。違うか。あれはコノハムシだと信じるよ。寿司ラーメンリクが動画出してる。見たいけど、俺はめぐみさんの方が見たいからいいよ。寿司ラーメンリクとめぐみさんの生放送だったら 10-0 でめぐみさん見るから面白いんだけどな。寿司ラーメンもあれはな、暇な時見るのが一番いいんだよ。37分も変なことしてんな俺は。よいしょ、もうすぐ株買いに行くからみんなも楽しみにしといてよ。おおお、デカモノ。これ永久戦犯で絶対。あ、全然違った。星できたかな。おい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 、仕事をせえぞ、一日で作れよ。ドスドスドスって音したんだから。ドスの効いた声でドスドスドス。いや、それ音だから。ドスの効いた音ってなんだろう。あれでしょ、セルフドーピングするときの音でしょ。ヤシの実1個だけ流れ着いてるけどさ、あれって初めて見たとき怖いよな。あの、多分腰抜かすでみんな。あ、エイプルフール行ってないな。最近銀のスコップが役割を果たさないしね。死ねとか言っちゃダメだよ、坊や。お、ほらな、俺プロなんだって、パチンコにおいては。俺に任しちゃダメだよ。うお、今のすごくね、ジャンピングホッケーだよ。アジアナイス。これ青い椅子めっちゃ持ってんだよ。雪だるま作ろう。焦点なのけ。てぺぺ。
エグゼイド。どうもドクター潮吹きです。ドラえもん、よくわかんないね、テイストが。あとさ、これ絶対ゴザがさ、畳がさ、なんてゴザって言ったのかわかんない。ゴザって、ござるよ。おい、ああ、大きな声出ちゃった。大きな声出したくないのに。もうやだよ。もうやだよ。もうやだ、やだ。嫌だよ。これ、ね、三大将の椅子。ビズリーチ。パイプ吸ってる先生ってめっちゃかっこよくね。タバコは確かに、なんだろう、かっこいいとは思わないな。あ、もうありきたりじゃん。パイプ葉巻振ってる先生とかめっちゃかっこいいやん。校長先生クラスなら葉巻が吸ってそうだけどな。パチンコマン、これパチンコって上にしか向けれないから残念だよね。今日の株が、なんかね、時間飛ばしちゃうと赤株できないんだね。そうっぽ、97か、これはやばいな。97やばいんだよ。99かぶってやるとわからないよ。毎度あり、毎度あり、あり、モハメドあり。よく俺カブ食べちゃうんだよね。
お薬飲めたね。97株って、たぬきちの店が、ピーク2日なくなるんですよね。月曜日がなくなりますんで、火、水、木、金、土、日、火、水、木、金、土、10、50円。あ、下が、やば。あ、今回、自利品だわ。うん。白株でね。まず、40円下がるって考えたときに、なんだよ。だから今回はね、損だ。今回97って言っときゃ勝ちいけないんだよな。じゃあ。勝った！第3部完！言ったらあれなのかな、うん、受けないよって意味なのかな。明らかにキーが高くなるんだよ。あと100回かかる。10株単位だから10株でこれで終わりと。全財産使いました。全財産使いましたっていう遊びですね。あれ？キーが高くなるの？9個やったらキーが高くなる。90回ありましたね。90回。はい、終わり。あとは待つのみ。お金が上がったら2日目も上がるって考えた方がいいかな。ね。お金ないから買えないんだ。結構ひどいな。BFF 日本でした。ということで、まあ、今回のまちもり実況でした。ということで、まあね、株を買って終わりと。で、次の動画は、株を買った、売った時のテンションで挨拶が変わります。じゃあね。